塗装屋つよぽんが行く。はい、こんにちは、岡山の、還暦前のおっさんつよぽんです。今日はね、実は香川県の、丸亀市に来てます。というのも、美味しいうどん屋さんがあって、手打ちうどんつよしっていうお店なんですけどね、僕もつよしって言うんですけども、同じ名前だから気に入ってることではないんですが、今年のね2月と5月に、香川県遊びに来た時に、この手打ちうどんつよしに来ました。で、出汁の味にね、一目惚れというかもうほんと惚れちゃいまして、完全にハマってます。今日はつよしさんで、美味しいうどんを食べてこようと思います。行ってまいりましょう。よいしょ。いや美味しかった。つよしさん行ってきました。12時40分到着したんですけども、運よくすぐ座れましてね、でも、お客さんがひっきりなしで入れ替わり立ち替わり入ってきてましたね。僕は、かけうどんの中と、鶏天を食べたんですがお腹いっぱいで、とにかく出汁がうまい。ここがね岡山にこのお店があったら毎日でも通いたいなというぐらいの、美味しいお店ですね。またでも来たいと思います。最高でした。よろしければチャンネル登録グッドボタンよろしくお願いします。